はい、ゆったりーぬです。よろしくお願いいたします。さて本日は私も結構 YouTube とかまあいろんなもので継続して頑張ってることっていっぱいあるんですけど、やっぱうまくいかないことっていっぱいあるわけですよ。でもなんだかんだ言って続けるってことはそれだけ効果が出ることがあるっていうのもお話しさせていただければと思っております。さて私が今継続してることって何かって話になると、ブログ、まあ、コラム、あとメールマガジンですね。あとは最近ちょっと始めております YouTube の方ですね。で、あとまあ何と言っても一番長いのが投資になるんですけど、やはり何でもそうなんですけど結果が続けても出ないことってやっぱいっぱいあります。私もこうやって続けてますけど、ブログとかもそうなんですけど、なんか昔ほどなんか勢いがなくなってしまったかなとかいろいろ感じることがいっぱいございます。まあだけど続けることってやっぱり大切かなとは感じております。まあダメでも打席に立ち続ければ何かが出てくることって結構あるもんで、やはり YouTube とかもそうなんですけど、継続的に投稿することによって何かが得られるんじゃないかなとはずっと思っております。まあとにかく打席に立ってバットを振らなきゃ当たらないわけですよ。で、それをやることによってここに投げてきたボールに対してはこう打てば当たるんではないかなっていうふうに学ぶことができると考えてます。そんなこともあり、やはり継続っていうのは必要であり、かつ続けることによってデータを集めることが可能となります。何でもそうなんですけど、やはり続けていただきたい。まあ、もちろん続けても結果が出ないことってたくさんあります。ザラにあります。私もそれは理解しておりますし、続けることって大変だと思います。だけど好きなことに対して続けるっていうのはやっぱ楽しくて仕方ないことだと思います。まあ、確かに人から評価を気にするようになってしまってどうしようかって考えたことあると思うんですけど、やっぱり人の評価を気になるってことはそのやってることが夢中になれてないことだっていうふうに私は考えてます。よってやはり好きなことはやはり人の評価を気にしなくて夢中になってやっていただきたい。とにかく結果が出ないかもしれないけど続けてほしいなと私は思います。ダメでも打席に立ってバット振らなきゃ当たりません。とにかく打席に立ち続けて振っていただきたい。そして何かを考えていただければなと私は思います。何かのヒントになればと思って今回このような動画を撮りました。ちょっと考えてみてはいかがでしょうか。ゆったりーぬでした。ありがとうございました。それではまた。